皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の理科3分チェック、今回は光合成について基本的なことを5つ覚えていきます。この動画はまず最初の画面で言葉を覚え、後半で覚えているかどうかを穴埋めチェック、これをやって確認します。まず光合成、これは植物が光を受けて栄養分を作る働き、これを光合成と言います。光合成は植物細胞の葉緑体、この部分で行われます。ですから葉緑体は栄養分を作る工場、こんな風に考えられますよね。光合成では水と二酸化炭素からデンプンなどの栄養分と酸素、これが作り出されます。植物の体の中で水は道管という管を通って、光合成でできた栄養分は水に溶けやすい糖に変わって弛管という管を通って各部分に運ばれていきます。また光合成ではデンプンがあるかどうかを調べる薬品、これが使われます。この薬品は葉素溶液と言います。葉素溶液はデンプンがあると青紫色に変化する、この部分も覚えておきましょう。もう一度まとめると、光合成、植物細胞の葉緑体、ここで行われると。原料となるのは水と二酸化炭素、できるのはデンプンなどの栄養分と酸素、これができると。植物の体の中で水は道管という管を通って、光合成でできた栄養分は水に溶けやすい糖になって弛管という管を通って各部分に運ばれると。そして光合成の実験ででんぷんがあるかどうか調べる薬品、これは葉素溶液といって、でんぷんがあると青紫色に変化する、こういうことです。ではチェック、穴埋めチェックに移ります。では数字の書いてある空欄部分、この部分を私と一緒に言ってください。始めます。光合成は植物細胞の葉緑体で行われます。光合成では水と二酸化炭素からデンプンなどの栄養分と酸素が作り出される。植物の体の中で水は道管という管を通って、光合成でできた栄養分は水に溶けやすい糖になり、弛管という管を通って各部分に運ばれます。もう一度いきますね。光合成は植物細胞の葉緑体で行われます。光合成では水と二酸化炭素からデンプンなどの栄養分と酸素が作り出されます。植物の体の中で水は道管という管を通って、光合成でできた栄養分は水に溶けやすい糖になって、弛管という管を通って各部分に運ばれます。そして光合成の実験ではデンプンがあるかどうか、これを調べる薬品が使われました。それが葉素溶液です。デンプンがあると青紫色に変化します。このことも覚えておきましょう。今回は光合成について5つの基本的な言葉、これを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。